どうかパッと気分転換して勉強のやる気を起こさせるおまじないを教えてください。なるほどね、こういう悩みの人多いでしょうけども、多いですね。結論から言いますとね、テレビ見てたりラジオを聞いてたり漫画を見たり友達と話をする、テレビ、ビデオは目から、ラジオは耳から、友達同士の話っていうのは会話でしょ、ところが勉強はですね、活字を見て活字を書くと、活字の世界なんですね、とっかかりが悪いというのは活字の世界の中に頭とか心がまだ馴染んでないわけなんで、どうしたらいいかって言いますとね、まず一番いいのは本を読むことなんです、でスッと楽しく読めるのは小説系と、その小説も短い小説の方がスッと入ります、ジョイフルに読めばいいわけですね、そういうふうに活字の目に馴染ませてから勉強に行くと比較的とっかかりやりやすい、でもっと大学受験とか密度の濃い勉強をする人だったら、まあ、そういう楽しい小説の活字からですね、評論文ですね、宗教書、学問書、評論文を読んだらいいんですが、まあ、そういう本もなかなか分かんない人は新聞の社説を見たり、まあ、社会面から見てから政治および、社説のところのちょっと突っ込んだ活字を見ていますと、頭の方が活字の世界に入ってきますから、スッと活字の勉強の世界に入っていける、この媒介を研究なさったらね、とっかかり良くなります。そうですね、まあ、そうやって、本を読んだり新聞を読んだりすることも、それは勉強につながることですからね、ますね。なるべく毎日それを心がけたらよろしいかもしれませんね、ありがとうございました。